最大で4年後ドラフト1位で行くっていうのを自分の中で決めて4年間過ごしました。並々ならぬ思いで入学して切磋琢磨した同じ同学年が今日ここにいて、どんな気持ちをお伝えしたいですかね。いやもう本当にこの、同級生がいなければこの4年間こんなに頑張れなかったと思うので、まあ、すごく、ありがたい存在だなと思った。まあ、この後リーグ戦もあるので、絶対みんなで勝って、いい終わりにしたいと思ってます。にっこりと、はい、ありがとう。ありがとう。はい、日本ハムファイターズさんが1位指名していただきました。本当に4年間、本当に頑張ってきた。本当に嬉しく思います。でも、リーグ戦もあと1試合残ってますし、関東大会もあるんで、絶対土曜日勝って優勝しましょう。ありがとうございました。あ、いいよ、いいよ、いいよ。